ゼロコロナ政策が破綻し新型コロナの感染が急拡大している中国の首都北京に当局が地方都市から数百人の医師や看護師を派遣したことが分かりました。 これは香港のサウス・チャイナ・モーニングポストが伝えたもので中国政府は各地の病院に対して重症者の集中治療ができる医師や看護師などを特に感染が拡大している北京に派遣するよう要請したということです地方でも医療従事者が不足する中当局は共産党や政府の機能が集中する首都の防衛を優先したとみられますこうした中松野官房長官は今日。 中国に滞在する日本人1人が新型コロナに感染し死亡したと明らかにしました。